ゲオルク・ムファトはバロック音楽の作曲家。サボヤ広告、現在スキー観光地として有名なフランスのムジェーブ・マジェブに生まれる。父方はスコットランド系、母方はフランス系だが本人はドイツ人の自意識を持っていた。1663年から1669年までジャンバティスト・リュリーに支持し、アルザス・ロレーヌ地方でオルガニストに就任。 その後ウィーンに滞在するが、公職に就くことができず、1677年に、プラハを訪れ、それからザルツブルクに行き、約10年にわたって、ザルツブルク大司教の宮廷に仕える。1680年頃に、イタリアを訪ねて、ベルナルド・パスクイーニにオルガンを指示する傍ら、アルカンジェロ・コレッリに会い、その作品に非常に好感を覚えるようになる。 1690年から没するまでパッサウ司教の宮廷学長を務め同地で他界した。翌1705年公認の学長にベネディクト・アントン・アウフシュナイターが就任。ムッファトはフローベルガーやヘンデルのようにヨーロッパ諸国の音楽伝統の交流に大きな役割を果たしたコスモポリタンな作曲家だった。ムッファトの作品は フランスやイタリアの作曲家に強く影響されている。様々な楽器のためのソナタトッカータ、パッサカリア、シャコンヌ、アリアと変装、アルモニコトリブートの素材を転用した12の合奏競争曲ムッファとトの落書きは、当時の音楽習慣についての有益な指摘がある。息子ゴッドリープも作曲家である。トッカータプリマ。ありがとうございます。